それでは今回は、キャリアコンサルタントとして、転職支援や生き方について発信をされていらっしゃいます、ワードスピリットの藤本博子さんにお話を聞いていきたいと思います。藤本さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、日々ですね、いろんな相談に来られる方と向き合われる中で、そういった転職支援や生き方についてメッセージを発信されていらっしゃるわけですけれども、藤本さんがお持ちの夢やビジョンをお聞かせいただけますか？私はキャリアコンサルタントとして、中心にそういう活動をやってるんです。その中で自分に自信がないですとか、その転職をするのに自分の良さとか強みがわからないという方が非常に多くてですね。で、そういったことをきっかけに、その自分で自分の素晴らしさとか良さに気づいていただく。で、もっと言うと、転職活動をするときにはどうしても自分の強みというのを見つけ出さないとアピールできませんけれど、その強みっていうのが、よく参考書に載ってるような、こういう書き方すればいいよ、こういうアピールすればいいよというありきたりなものではだんだん通用しなくなってきてますので、もう圧倒的な自分の良さだとか素晴らしさだとか強みというのを、もう皆さんが自分でこう見つけていただく、そういうことができるような人がこう増えていったらいいなと。またそういう自分をこう変えていくきっかけとして、芸術っていうことをキーワードにして、いろんな活動をしているんですけれども、それによってその今までの自分の殻を外していくっていうんでしょうか、そういったことでこう元気になって未来に向かってこう踏み出すっていう方を増やしていきたいっていうのが私のビジョンです。なるほど、ありがとうございます。なんか圧倒的な強みっていうの、すごく印象的な言葉だなと思うんですけど、なかなか自分の強みって、やっぱり自信のない方とか、特にそういったものを、つかみにくいって思うんですけれども、それをサポートされたりとか、芸術を使うことによって、その思い込みを外して、で、その方に元気になっていただくっていうことですね。じゃあ、ちょっとそういう方々がですね、増えていったら、どんな社会になるかなっていう、何かイメージってございますか？やはりやっぱりそういう自信がない方ばっかりだったら、もう世の中疲弊していっちゃいますし、今特にコロナで大変な状況なので、ただでさえこうコロナ解雇されたりですとか、その自分の先行きがもう分かりづらくなってきてるっていうんでしょうかね。そういう世の中に今ちょっとなってきてるのかなっていうふうに感じられますので、こういうような、どうしたらいいのかなって分かんないような悶々とした人たちが増えてくると、ちょっともう想像がつかない、ちょっと大変な世の中になっちゃうんじゃないかなってちょっと心配してるんですけど。なるほど。それを防ぐためにも、少しでもその人の強み、自信を持ってもらえるその強みを見つけていく必要がある、元気づけていく必要があるっていうことなんですね。そうですね。ありがとうございます。では、その、藤本さんの夢の具現化するために、今どのような目標や計画を立てていらっしゃるか、そちらの方をお伺いできますか？ちょっとぶっちゃけ言っちゃいますと、私、あまりこう目標に向かってきっちり何か計画を立ててっていうタイプではないんですけれど、そうどちなんらかでというと、本当に、私自身10回も転職してますし、思いつきじゃないですけれども、の流れに沿ってっていうようなことだったかなっていうふうには思うので、ちょっとあまり偉そうなことは言えないんですけれども、ただそのキーワードとしては、皆さんにその自分の素晴らしさに気づいていただいて、圧倒的な強みを見つけていただいて、元気に進んでいただくであるとか、そこに、そういうふうに変えていくための芸術っていうことを、どういうふうに形にしていく、いこうかっていったところで、まず私も日頃毎日こうカウンセリングっていうのはやらせていただいてるんですけれども、やっぱりそれが一番原点かなっていうふうに思って。
ておりますんで、それを続けながら、でもそれだとやっぱりもう1日に何人しかできないっていうふうにすごく数は限られてきますし、それをより多くの人たちにこう伝えるためにはもっとやっぱり違ったやり方っていうんでしょうかね。例えば、何か自分の考えとかをまとめて本にして出版するっていうのも一つの手かなとも思いますし、あと例えばその芸術ということに関しては、これはちょっと今こういう状況なので、ちょっと中止してるというか、今見合わせてるんですけれども、以前その自分を変えていくためのアートのワークショップっていうのをちょっとやってまして、でそれは特に現代アートの美術館とかに行って、別に何も解説をせずに、まずここの変な空間に行って何を感じるのかっていうのを一人一人こう体感、五感をこう、ね、フルに回転させてもらって、感じ取っていただくっていうところから、自分って一体何なのかなとか、何が感じられるのかなっていうことを体感していただくっていうようなワークショップをやっていたんですけれども、それをもう一回ちょっとちゃんと復活させて、それをこうきちっとこう展開していって、よりこう具体的に参加された方がこれからこういう方向に向かっていきたいなとか、こういう仕事をしていきたいなっていうことをつかみ取っていただけるような、そういう企画をして打ち出していきたいなというふうには考えています。本当はありがとうございます。いや、本の出版っていうのも本当に多くの方々にそのお伝えすることができますし、アートはそのアートのワークショップですね、これもすごく面白そう、気づきがいっぱい来そうですね。本当に今の現代人って自分が何を考えているのか感じているのかって、そこも分からない状態の人っていうのがすごく多くなってるなって思いますので、自分を発見するためにもすごく大事なことだなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、では、その目標や計画に対してですね、今藤本さんが、どのような活動指針を持って、どのような活動をされていらっしゃるかというところを、もう少しお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、なんかね、活動指針というとすごい難しい言葉でね、どういうことなんだろうっていうようなふうに思われるかなと思うんですけれども、まずちょっと私がその毎日のこのカウンセリングですとか、そういったところで、そうお一人お一人にそのどうやって向き合うかっていうところが一つの活動指針というふうに捉えてもいいかなというふうに思ってるんですけれども、やっぱりその例えば仕事がなくなっちゃったとか、そういう方がまず最初に行かれるのはハローワークだったりですとか、あるいはその会社の中にもそういうキャリアコンサルタントって今たくさんいらっしゃいますから、そういう相談できる人っていうのは必ず周囲にはいるかなっていうふうに思うんですけれども、やはりそのいろいろなキャリアコンサルタントでも、一応これは国家資格なんですけれど、レベル差がかなりこう出てきてるっていうのは最近言われてまして、そういった中でちゃんと確実にその方に向き合って、もうこんな職歴だったら無理だよとかっていうね、どうしてもやっぱりそういう決めつけをしてしまうカウンセラー、コンサルタントもいらっしゃったりとかするんですけれども、やはりどこまでもその方の可能性をこう見つけに行くっていうんでしょうかね、掘り出しに行くっていうか、絶対にその強みだとか、もうこれは絶対にこれで売れるなっていうような、そういう強みって必ず持ってらっしゃって、それは私は長年エージェントにもいて、転職のコンサルタントもやってましたので、絶対にこの人は売れるとか、この人は絶対こういう強みがあるっていうことを見つけ出せるっていう確信は持っているので、やっぱりそういう確信で可能性を信じてというか、確信してやっぱり一人一人こうね、対応させていただきたいなっていうのがまず一つかなと思います。いや、素晴らしいですね。いいね。どんな方にもその必ず強みがあるんだっていう、その確信を持てるっていうところは、やっぱりなかなかね、知らない人とか、その人に対して不信をね、無意識にもやっぱり持ちやすいところがあると思うので、そこまで確信を持って一人お一人お一人と向き合えるっていうことはすごく素晴らしいなというふうに思いますし、コンサルタントとして本当に人生をかけて藤本さんが
されてるんだなっていうところが伝わってきます。はい、ありがとうございまありがとうす。ございます。では、最初にですね、その相談にいらっしゃる方の、素晴らしさに気づいていただいたり、強みを持って、そして元気になって生きていていただく、そういう夢をお持ちだということで、お話しいただいたんですが、藤本さんがその夢を持つようになったきっかけの方を今度はお伺いしたいと思います。で、そこにはですね、例えばどんな気づきや発見、またどんな方との出会いがあったりしたのか、そういったところをお聞かせいただけますでしょうか。私はまあこういうキャリアコンサルタントで転職のお手伝いをしてるんですけれども、私自身さっきも申し上げた通り10回も転職してまして、で今こんな偉そうに話してますけれども、元はすっごい人見知りで、で親がちょっと転勤族だったので、小学校も3つ変わってますし、なかなか友達がこうできないというのが、その悩みっていうんでしょうか。で、ずっと、まあ、短大を出てから、もうそういう接客とか営業とか人に関わる仕事は、もう殺されても死んでもしたくないって思ってましたんで、まあ、最初事務職について地味に仕事をしていたんですけれども、まあ、一つ夢がその時あって、海外に行きたいっていう夢があったんですけれども、まあ、お金を貯めて5年ぐらいした時にワーキングホリデーでオーストラリアに行ったんです。で、そこで、まあ、何をやっていたかっていうと、私実は音楽は長年ちっちゃい時からやってまして、その時フルートもやってたので笛ですけど、それをたまたま練習のために楽器を持って行ったんですけれど、一緒にシェアしてた日本人の友達が大道芸人っていうかストリートミュージシャンがいっぱいいるから、あなたもやればって焚きつけられちゃって、それで実はワーキングホリデーでストリートミュージシャンで稼いでたんですけれども、それをきっかけにちょっとずつ人が苦手だっていう殻が少しずつこうほぐれるような感じになってきて、ただそれでもやっぱり日本に帰国してからも事務職は続けていたんですけれども、さすがに年齢が高くなってきますと事務職のお仕事なくなってくるので、そこでまずいと思って販売とか営業に応募したら受かっちゃった。そこがまあスタートなんですけれども、まあ、美術品を売る会社だったので、好きな絵だったら売れるかもと思ったら、そんな甘いもんじゃなくて、もう左遷寸前になるぐらいボロボロになって売れなくて、であるきっかけで売れるようになったんですけど、そこが大きなきっかけで、そこから人と関わる営業とか接客が少し仕事としてできるようになったと。で、最終的には人材会社に16年いたんですけれども、気がついてみたら一番やりたくなかった人に関わる、なんか人のお世話をする仕事が一番職歴の中では最長の16年もやってしまっていたというのが、まあきっかけといいますか、一番のその転機は、その人と関わるのが嫌いだった私が営業職に応募しちゃったということと、気がついてみたらなんだか派遣会社でいっぱい人のお世話をしている自分がいたと。私は人が苦手だったはずだけど、本当はそんなことなかったのかなというふうに思って、ある日心理カウンセラーの友達にその話をしましたら、いやそんなことないよと、藤本さんは人が苦手だからカウンセラーが天職なんだよって教えてもらって、すごく目から鱗っていうんでしょうか、人が苦手だから人と簡単におしゃべりできないから、人のことをこの人はどういう人なのかなっていうふうにじっくり観察したり、話しかけられないからいろいろ見たり聞いたりいろいろ観察したりしてるでしょうと、それがやっぱりカウンセラーの原点なんだよっていうふうに言われたっていうのが、まあそれはすごい目から鱗の話でしたけども、まあ、そこが大きな転機だったのかなと思います。なるほど。すごい、私も聞いてて、すごい、ハッとさせられましたね。なんか苦手だからこそ、無意識にやってた、その人の観察とか、どう思うんだろうとか、そういったところが、逆に相手に、が求めてることだったんだっていう、そういうことなんですね。なんか、すごく面白いなと思いました。ありがとうございます。なるほど。ではですね、そういった発見
その出会い、その心理科、カウンセラーさんですかね、との出会いで、そういった言葉をもらわれた藤本さんなんですけれども、その背景にはさらに何があったと思われますか？その背景ですね。はい。いろいろなその自分の、何て言うんでしょうか、10回も転職してますから、いろいろな経験だとか、些細なことだとか、嫌だった経験とか、そういうのも全部糧になってきたなっていうふうに思いますし、あとは今ちょっと、何て言うんでしょうかね、苦手なことだとか、弱みと思っていた自分が人がに、そういうふうに思ってましたけども、そういう実はすごい武器になるっていうことを、その心理カウンセラーさんを教えてくださったわけですけれども、そういう視点で私も例えば相手の方の強みを見つけ出そうとするときに、一つの重要な視点っていうのが、相手のいいところを見ようとするんじゃなくて、逆に相手の苦手と思っていることだとか、弱みの部分ってっていうんでしょうかね、そういうところをその先に見に行くっていうのか、そこの中に実はすごいものが隠れてるっていう可能性が高いので、そういう見方をするようになってきたかなと思います。なるほど。それもまたすごい、見る視点がすごいガラッと変わるお話ですけれども、ああ、なるほど。そこに強みがあるというところなんですね。なるほど。はい。ですね。また、藤本さんは、それまで転職10回もされて、で、いろいろその苦手なところにもチャレンジされて、すごく、なんていうんですか、不満強いというか、諦めない、そういう継続する力だったりとか、そういったものもすごくお持ちなのかなというふうにお聞きして思ったんですが、ご自身ではどう思われますか？若い頃は忍耐力があるのかなと自分のことは思ってたんですけれども、だんだん、案外忍耐力ないなと。というか、なんでこういうふうにいろいろ仕事が続けられてきたかっていうと、面白いなと思ったことをやってきただけっていうんでしょうか。という、そういう感覚がぴったりくるかなと思います。なので、その転職も、嫌なことがあって辞めてっていう、そういうネガティブな理由ももちろんありますけれども、なんとなく面白いなというふうに思ってやっていたことが、どん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 続けられたりだとか、だから自分でこう何か努力していこうっていう感覚はあんまりないっていうんでしょうかね。なるほど。だから、いろいろ転職を繰り返したりって方、たくさんいらっしゃいますけど、私は決してそれは、本当に転職活動ではあまりいい印象は持たれないかもしれないですけれど、私は決してそれは悪いことじゃないんじゃないかなって、それがいいなと思ったらそういうふうにすればいいし、たまたま気づいたら職歴多くなっちゃっただったら、それもそれで OK なんじゃないかなって気がしています。なるほど。むしろ何を自分がやりたいのか、どんなことに興味があって面白いのか、そこにワクワクしてどんどん前に進めることっていうのが、続けていくことのコツなのかなって、そそんうなでふうすに思ね。って、ありがとうございます。そうやって、藤本さんは小さい頃から、自分の興味の赴くままに、素直にそういったものをいろいろチャレンジされたりしていらっしゃったんですか？チャレンジするっていうか、なんか面白いことはいろいろやってたのかもしれないなとは思いますけれども。ありがとうございます。本当に藤本さん自身が今までの自分の思ってた自分に対するイメージっていうのが少しずつ剥がれて、そして今のキャリアコンサルタントっていうお仕事にたどり着かれたんだなっていうのを、お話をお聞きして思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後にですね、この動画をご覧の皆様に何かメッセージがございましたら、ぜひお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。
私はキャリアコンサルタントで、特に転職をしようとされている方とか、お仕事なくなっちゃったとか、そういう方のためのお仕事をさせていただいているんですけれども、やっぱりその今非常にコロナで突然職を失ったりですとか、いろいろなそのパワハラですとか、そういう話 もう毎日のように聞きますし、非常に厳しい状況であるってことは間違いないと思いますけれども、決してそこでその世の中を、ね、悲観するのではなくて、必ず進む道っていうのはあるので、その時に自分 その素晴らしさだとか、その自分が持ってる本当に揺るがない強みだとか、そういうのをぜひ見つけていただいて、必ずそのもう開かれた道に、ね、進める可能性はもうちゃんとあると思いますので、そう確信して、ね、ぜひ進んでいただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。最後に力強いメッセージ、すごく皆さんの希望になったんじゃないかなというふうに思います。はい、それではですね、はい、ありがとうございます。それでは、藤本さんへのインタビューはこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。